さん、今日も整理するかもしれんぞ。ユースさんも返してしまう。いや、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、20秒前行きます。はい、7秒前、6、5、4、3、2、さんが帰ってきた。アジのリターン。はい。はい。台風近づいてますよ、未来さん。台風いつ来るんですか？ですね、はい、今週末ですね。今週末は。今週末、はいはい、沖縄には直接影響ないんですけれども。あ、来ないんですか？先島の南側を通ってですね、はい、台湾に向かってますね。台湾か。はい。台湾ちょっと避けて中国本土に行ってほしいです、ね。あ、台湾を通って中国大陸に向かう。結構台湾でほら直撃するじゃないですか。そうなんですよ。なんか的が大きいですから ね、 うん、ゆっくり北に進んでます ね、まあ、そうですね。台風9号でございます ね、 9号ね、はい、まあ、はい、どうぞどうぞどうぞ、はいはい、なんですか。いやいや、先ほどのね、うん、このギノワン、FM ギノワンから見る茶壇の夜景が素晴らしい、あ、いいですよね、茜色でしたが、まあ、その関係なんですか、ね、はい、まだ、いや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 、それは関係ない、うん、それは関係ないと思いますね。そうですか、はい、はい、本日も、はい、その素晴らしい夜景の宜野湾ヒルズ通り、はい、これは沖縄県県道81号線、ね、そうですね、はい、宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾のオープンスタジオから、はい、全世界に向けて生放送でございます。そうですね、はい、本当にビアガーデン日和というか、いやいやいや、車止められないんで、ね、本当ですよね。お客さんいっぱいで、まあいいことですね、まあいいことですね、はい、はいはいはい、番組ではメッセージも募集しております、はい、メールアドレスは797@、はい、fmgino1.com、はい、797@、はい、fmgino1.com、はい、また FM ギノワンでは、はい、ニューストリームで映像と音楽を、音声をネット配信しております、はい、そしてサイマルラジオでですね、はい、なんとインターネットでラジオが聴けるようになりましたので、ね、今日も聞いてくださって、はい、FM ギノワンの、はい、ホームページからそうですね、見たり聞いたりしてください、はい、ツイッターも連動しておりますの です、ね、よろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。はい、この番組は、うん、沖縄の今を憂い、はい、この島の誠の未来を開かんとする熱き情熱のスポンサーの方のお力添えでお送りいたします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。聞いてくださったでしょう。先週はお見苦しい点を、なんかありました、失礼しました。お見苦しい点がアラームが鳴ったんです。そう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 あれね、ちょっといろいろ話題になってて、未来さん自分のと思わなくていろいろ探しましたよね。そうそうそう、お尻のね中に入ってる携帯電話に。はい、はい、ということで改めまして、はい、こんばんは、メインパーソナリティの奈良さんです。はい、こんばんは、未来さんです。今週もですね、うん、いろんなことがありましたので、いろんなことをもう、ね、皆さんにね目白押しですね、問題提起といいますか、はい、いろんなお知らせをしたいと思います。そうですね、沖縄の西を読んでる人にとってみればなかなか、そうですね、触れることがないですからね、うん、はい、はい、はたぽんさん、はい、なるさん、みらいさん、こんばんは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、こんばんはです、はい、こんばんは、ありがとうございます、はい、ということで、とりあえず CM からいきましょうか。はい、はい、行きましょう、CM、 はい、春千本、春千本さん、2ヶ月ぶり、春千本さん、ブラック企業に転職したばっかり見ていこうか。なるほど、今さっき春千本さん言いませんでしたね。そうですね、朝の電話しようかな。ブラック企業転職しとくか。にやり。ハリセンボンさん、ツイキャス見てるの。はい、10秒前行きます。9、8、7、6、5、4、3、2、はい、ハリセンボンさん、はい、こんばんはですね。こんばんは、2ヶ月ぶり、
ねえ、ブラック企業に転職したばっかりに行って、どんな会社なんだ、どんな仕事になったんですかね、ブラック企業、はい、ね、ブラック企業 ね、いろいろありますからね、はい、今ね、はい、さて、今週も目白押しの八重間日報沖縄本島版でございますけれども、はいね、何からいきますか。ですね、はい、7月21日、まあ、金曜日ね、金曜日、先週木曜日ある、ね、はい、金曜日の第2号だって、はい、金曜日の第1面、はい、1面もうね、第1面にね、ショッキングなね、死んだって書いてあるんだよ、一面に。死んだ、それだけ見たらちょっと怖いですよね。ね、死んだサンゴ、無残な姿、うん、沖縄の白化で環境省調査というのが大きく載ってますね、はい、一面にね、うんうん、はいはい、結局、あれですよね、はい、大規模な白化現象ね、サンゴの白化現象が起きてまして、うん、そうですね、はいはい、特に石垣島の西側と東側、うんうん、はい、そして宮古島の北東側の状況が深刻で、はい、発火してですね、うん、死滅してしまったサンゴの骨格が、うん、なんと黒ずみ、無残な姿を見せていたというふうに書いてありますね。これなんで発火するんですか。あのね、やっぱり海水の温度が高い状態が長く続くと起きるそうなんで、なるほどね、だから今回、ね、あの台風が来ますけれども、うん、はいはい、やっぱりたまにはね、そういう嵐が来て、うね、はいはい、こう海水温をこうかき混ぜて、ね、これが普通の、ね、うん、自然のリサイクルというかね、調整ですからね、はい、ですね、はい、これを第一面に載せてまして、うん、はい、その下の方ですね、一面の一番下、はい、一番下、はい、もう毎週毎日ですね、毎日載ってますよ、やめ日報はね、はい、うん、尖閣周辺に中国船4隻、うん、15日連続というのが載ってますよ。もうこれはね、はい、本当にあのなんていうか、あ、またかというのが一番怖いですからね。そうそうそう、これ乗らなくなるのが一番怖いですよね。でこれにね、皆さん反応していただきたいんですよ、はい、ね、あの、うん、まあ、沖縄県しかとすると思うの で、 そうです、ね、こう皆さんが、ね、はい、こう反応していただいて、うん、これはまずいんじゃないかと、はい、で、まあ、いつものように4隻は機関砲のようなもの、うん、機関砲のようなもの、ね、うん、なんですか機関砲のようなものっていうのは、機関砲でいいんじゃないですか、ようなものじゃなくて、あのね、ね、だからか、ね、いわゆるそのあれでしょ、兵隊というか民間船じゃないわけでしょ。そうですね、うん、民間の船じゃないというのははっきり、ね、はい、もうしてるので、いわゆる 民兵っていうんですか、あれ正式な名前なんていうんですか、ね、なんていうんでしょうかね、はい、もうそういうふうな意図を持って、ね、目的を持って偽装漁民っていうんですかね、はいはい、で好きやらは尖閣にね、なんかちょっとあの なんていうんですか、うん、まあ、事故じゃないけどそういう不可抗力で、うん、はい、あの上陸したみたいな感じで居座ると。そうですよね、そういう感じですね、はい、はい、そして、はい、この金曜日の第6面見てくださいね。6面、はい、6面に、うん、不法撮影の写真掲載か、不法撮影の写真を掲載かという掲載か、検視記事に防衛局が遺憾という記事が載っていますね、はいはい、6面、はい、見ましたか。これはね、はい、結局、うん、普天間飛行場のこの移設先である名護市辺野古の、はい、辺野古とその北部の、ね、うん、ヘリパッド訓練所で、はい、うん、基地反対派が不法に撮影したと思われる写真を、うん、はい、県市の西っても決まってますよ ね、はい、沖縄タイムスと、はい、新報タイムス、琉球新報が、はいはい、掲載した、ということで、うん、これ結局あの撮ってはいけない場所から撮って、あ、なるほどね、まあ、不法に 、うん、ね、入って撮ってるやつを、うん、はいはい、こう新聞に載せたということで、はいはい、注意をしているということなんですよね。まあ、新報タイムでも確信犯でやってますからね、うん、そういう連中をまあ、お抱えというかお抱えにして、でそういう記事を、まあ、より中国的なスタンスで載せてますよね、はい、とりあえず防衛局も優しいですよ、うん、情報源が不法行為によって、うんうんうん、得られたものでないかなどを十分に精査し、うん、はい、適切な措置を取るように求めました、はい、ということですね。まあ、新報タイムはもうダメですからね。その左側、はい、左側、辺野古で車両妨害、最近辺野古のね、うん、逮捕が毎日載ってるんですよ。あ、いいですね。75歳の男逮捕、これは逮捕されても生活に支障のないでしょうね、という人たちですね、はいはい、しかも、うん、まあ、キャンプシャブ前でね、住所、はい、職業不詳の川野道夫容疑者、ちゃんと名前載ってるんだ。まあ、川野さんという沖縄の名字にはないので、川野さんはあの内地から来た人でしょ。多分そうでしょうね、うん、ね、はい、はい、工事車両の前方に立ち塞がって、うん、交通を妨害した疑い、うん、これ前はね、うん、排除だけだったんですよ ね、まあ、ね、今はね、逮捕してます、うん、あ、いいですね。しかも新聞に毎日載ってます、はい、今、はい、ね、逮捕してくれ、これが抑止力になればいいんですけどね。まあ、ならんでしょうけど ね、まあ、そういうことで、うん、はい、これが金曜日ね、うん、はい、日報。
で、土曜日、はい、22日、はい、はい、これはどうしましょうかね。ハリアの事故が載ってるんですよね。ああね、これ、はい、あんまり騒がないんですよね。なんでですかね。ハリアはいいのかな。ハリアの方が事故率高いと思うんですけどね。まあ、あの、あれでしょう、あの、なんだった、オスプレイじゃなければ意味がないね。なんかオスプレイ憎しですよね、うん、というわけだからね。オスプレイだけですよ、うん、はい、最近オスプレイのおかげで、はい、せいで家が壊れたっていうのがありましたけれども風、風圧で、あの音で、音でそういう振動でオスプレイ音で家が壊れた、はい、壊れたっていうのがありましたけれども、そんなすぐそばにいるんですか。専門家に言わせると、はい、老朽化でただ押しただけというどこの人ですかね。やっぱりあの辺じゃないですか、ギノタとかハンセンとかの辺じゃないですか、うん、家がただ古いだけですね、ということですね。本当ですよね、はい。まあ、ハリアが墜落した事故については、うん、はい、もうこんだけですね。これであんまり騒がないんですよ、沖縄のマスコミ、まあ、騒ぎようがないですから ね、 ね。そして、はい、またまた尖閣周辺に中国船4隻、うん、4隻ね、16日連続、もう台風が来て沈んでほしいです ね、 ね、という記事が載ってますね。あっという間に、はい、はい。そしてですね、はい、23日の、はい、日曜日の第一面、これ両論壁ですね。さすがですね、はい、これ反対派の、うん、なんですか、集会が第一面に載ってますね。石垣ですか。はい、石垣ですね。署名活動で反対アピールへ、はいはい、署名活動ね、はあ、署名ですね、はい、ごめんなさい。陸自配備、うん、陸自陸上自衛隊の配備を、はい、反対している人たちが、うん、石垣市で、多数の市民を集めて開かれたと、はいはい、多数、ね、多数これでも 見る限り会場いっぱいじゃないじゃん。どれぐらいですか。100人ぐらい、100 200人ぐらいいますかね。100人はいます ね、 ね、そうですよね、うんうん。まあ、これはあの山根子さんはね、そういう写真をこう偽造したりしないでしょうから、はい、とりあえず100人200人はいますか ね、 ね、はい。で、そこの、うんうん、みんなで決めよう島の未来、うん、市民大集会というのがね、はいはい、ありまして、はい、代表の方がですね、上原さんという方が、はい、中山市長は、石垣市のね、うんうん、中山 市長は、うん、住民投票で国防を問うのは危険だと発言している、うん、それなら一般市民は、うん、この島の危機的状況に際して、うん、何も言ってはならないのか、うん、本当に中国が八重山を占領 しに攻めてくるのかと問いかけたということなんですけれども、うんうん、ねえ。ただあれでしょう、さっきのその尖閣諸島、まあまあ15日2週間以上、はい、毎日遊びに来てるわけじゃないですから。そうなんですよ、あれっていうのはね、あれ一切あれ言わないですからね、うん、だからそこがもうそのスタンス自体がもう普通じゃないし、もうこれは確実に確信犯としてあると、特定の目的があると。しかもあのそういうことです。公に中国は尖閣は中国の領土と、はいはい、言ってますから、言っておりますので、はい、でもこれは日本の領土ってのははっきりしてるもん、はい、だからそこは ね、 ね、あのね、ハタポンさん、それからハリセンさん、いろいろ、ね、攻めてきてから騒いでもね、はいはいはい、その通りですよね、はい、台風で流中倒れ る、 倒れる最近流中の話題ないですね流中もね、いろいろあの裁判してるんです今、あ、何、ハタポンさん逮捕された川野道夫は村山富一さん、トンちゃんの、うんうん、まあ、これ社会党だっけ、秘書官を務めていた、トンちゃんの秘書官を務めていた、あ、まあ、いろんなメンバーが沖縄に ね、まあ、ね、水の住みかとして沖縄に来ないでください、はい、もうね、活動家の皆さん、もうあの地元で死んでください、ね、大迷惑です。地元で寿命を全うしてください、はい、そうですね、死んでくださいというのはそういう変な意味じゃないですかね、はい、はい、そしてまた尖閣周辺に中国船4隻、はい、17日連続と書いてありますね、うんうん、何らかのもうちょっと、まあでもね、海上保安庁さんは相当やってますからね。そうそうそう、現場も本当に攻防をやってるので、まあ、なんかどうかしてくださいっていうのはちょっとあれですけど、はい、本当に日本政府がね、うん、何かをやらないとやっぱいけないですね。そうなんですよ、はい、そろそろアクションを起こしてほしいですよ ね、 もうね、これ具体的に結局ですね、今、はい、中国がほらいろんなところ津軽海峡とか日本全国に、うん、やってますね、通ってますね、展開してますよね、はいはい、これはやっぱり今、うん、安倍首相が、安倍首相とか自民党のね、うん、安倍政権が弱体化している、はいはい、今だからみたいな感じがやっぱりあるようなので、やっぱり引けば押し、押せば引くみたいな、ね、なるほどね、そういうお国でございますね、まあ、でも北朝鮮もね、なんか昨日テレビとかちらっと見てたら、あの ICBM 大陸間弾道ミサイルを地震配備来年とするとか、まあのたまわってますけども、はいはい、まあその前に潰れるか何が起きるか、うん、どっちが早いかでしょうけどね、はい、ハタポンさんすごいあれですね、はい、あの詳しいですね、もう一人の
あの川野さんね、はい、テロリストも亡くなる市議、はい、そうそうそう、はい、この人はあの皇太子殿下が沖縄、まあね、に来た際の火炎瓶投げたね、そうなんですよね、白銀堂事件とか ね、 その時のね、そういう人間をね名護市の市議にするという、またそ、ね、沖縄みたいな超ローカルなところで、まあ、そうそうそう、田島の人っていうかね、うん、あの、まあ、本当に本土の方がね、うん、市議になるっていうのはなかなか難しいですよ。ありえないけども、あそこはでもあれですからね、あの住民票をたくさん移しまくって、うん、住民票が大体2500ぐらいだったかな。うーん、あの移動する、まあ、どこも結構移動するとこありますけど、はい、名護市は有名ですよ。そうですか。2500人ぐらいですかね。選挙のためにまた住民移動するかもしれないですね、はい、来年のね、アパート一室に8人とか、ね、9人とかいう住民票が移るらしいですよ。なるほど、はい、ハリセンボンさんも詳しいな、アンドロイドアプリのクイックピック写真の位置情報を見ると、ね、なんか沖縄は日本ではなく、はい、中国表記になってるしねチャイナになってますか。まあね、うん、あ、沖縄はなってるの、尖閣じゃなくて沖縄になってますね。沖縄で今沖縄本島は中国になってる、もうすでになってる。すごいですね、情報戦ね。まあ日本はね、日本は何もしないですからね、うん、いいんですかねこれでね、はい、よくないです。そして、はい、その24日月曜日ね、さっきの24日月曜日の、はい、第6面見てください。第6面に6面、はい、私は保守、オール沖縄は象徴という記事がありますけれども、この前の那覇市議選で、はい、すごい票を取って、 あと一応は勝ちましたね、はい、初当選した尾長、はいはい、雄二氏30歳、30歳ですか。雄二さんというんでしょうか、竹春さんというんでしょうかね、うんうん、あの尾長さんの、尾長知事の次男として当選した政治家の中でもひときわ注目を集めていると、うん、注目はそんな力があるんですか。まあ、お父さんのあれなんでしょうね、尾長家はね、うん、代々政治家ですからね、まあ、もともと保守のね、尾長、うん、知事自身も本来中国に行くまで保守だったので。あ、そうなんですか。中国に行って何があったんです。何があったんでしょうね、いろんなトラップがあったんでしょうね、なんか踏んでしまったのかな、知りませんけどね。なるほど。ただ行くまでは保守だった、行ってからおかしくなった、うん、へえ、はい、これちょっと読みますか。はい、はい、読んでください。そのね、知事の次男さんね、長男はね、民間企業におりますね、どことは言いませんけれども、もしかして新聞社。いやいや違いますね、はい、超有名、沖縄では超有名な企業にいますね、九州電力。知事の次男尾長これは雄二さんでいいのかな、まあね、雄二さんでいいんじゃないですか、はい、大量得票での初当選だがという質問に、うん、はい、正直こんなに得票する実感はなかった、あえて言えば、うんうん、子育て世代の気持ちをつかめたかなというところ、うん、私も2歳の双子の男の子、0歳の三男の3人を抱え、うん、子育て真っ最中だ。すごいですね、うん、30歳で3人のお子さんがいらっしゃる、はい、大丈夫ですか。失礼しました。読みましょうか。私いいですか。あのいいですよ、大丈夫ですよ、はいはい、そして、はい、私は保守政治家としてやっていくし、うん、白間市長を支える与党だと、うん、保守政治家としてやっていって、白間市長は保守じゃないと思うんですけれども、共産系でしょ、ね、どこが保守なんですか、まあ、共産、白間さん教育者でしたから、うん、教育者の方で保守ってあまり聞いたことないんですよね、左派ですよね、はいはい、そして、はい、なんていうんですか、オール沖縄についてはどう思うかという質問に対して、はい、これは政治家が作ったものではなく、うん、政治家が、ね、作ったものではなく市民運動の一つの象徴だと思う、基地問題を考えるときに、うんうん、捕獲で争って何の意味があるんだ、うんうん、ね、捕獲のこう枠を超えてということなんでしょうね、うんうん、はい、というのは祖父の持論でもあったと、うん、おじいさんの持論ね、はいはい、時代は進んで、うん、さらにその様相は濃くなっていると思う、うんうん、本土では米軍基地がないところに、うんうん、四国に橋がかかったり、うん、九州に新幹線が通ったりする、うん、なぜ沖縄だけインフラが整備されると、うん、基地があるおかげだと言われるのか、うん、辺野古移設もそうだ、他県の知事がノーと言えば即ノーというのに、うん、沖縄はみんなが反対してもノーとはならない、うん、ノーにはならない、うん、甚だ疑問だと。これね、うん、やっぱり先週も言いましたけれども、はい、沖縄のこの地政学的な条件とか、はいはい、ね、うん、いろんなことをこうちゃんとした責任ある方が、うん、沖縄県民に納得説明し、うん、ね、納得するまで説明しないと、はいはい、こういうことを考えているということはちょっと大変なことですよね。あの、まあ、別に那覇市の市議だから沖縄のことを、沖縄県の問題をあの口出さないで那覇市 の、 あのことをやってもらえばそれで済むんですけど、うん、だけど沖縄県としてはあの政治家になろうといういわゆるなんていうの志があれば
沖縄が現実にどういう状況であるかっていうのはこれは知ってて叱るべきですよね。そうですよね。だけどまあ一切あの逆のことは言いますよね。このオール沖縄とか、うん、いう逆のことは言いますけど、この現状は言わないですよね。そうですよね。さっきの石垣の問題とか、はい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 、沖縄県の問題とか言わないですよ、うん、だからまあこれはもうはっきり言って意図的というか革新的なもう、うん、これ保守でも何でもないですよ、この表現と。だってオール沖縄って政治家、オナが自分の父ちゃんが使ってるじゃないですか、うん、政治家が作ったものじゃないとか、ね、よく言いますよ。はたぽんさん一人で4000票も取ってくれた、はいはい、おかげで、そうなんです、はい、みんな落ちました。他の候補が割りよく言いました。そうそうそう、大体2000弱で、ね、そうそう通りましたからね、そう今回ね。2000弱で、うん、だいたい2000弱で通ると言ってたのが、うん、ハリセンボンさん、特定の企業団体に搾取されすぎ、はい、目を覚ませ、そうそうそう、そうなんです、ね、うん、ね、まあ、沖縄は結局そういう構図があるんですよ。そうなんです、既得権益がちゃんと、はい、ね、もともとあるので、うん、そこから始まってるので、はい、結局は、ね、さてその、はい、第6面の左側にちょろっと目を移しますと、酒気帯び容疑で米兵逮捕っていうのが載ってますね。これしか、まあ、米兵逮捕ね、これね、はい、こちらと名前が載ってますよ、うんうん、軍人さんのね。これしかし沖縄県民の方がもっとはるかに何十倍、多分倍、何百倍とは言わないけど、ね、多分結構ありますね、100倍ぐらい違うんですかね、うん、1人で。これを、まあ、何倍か分かりませんけれども、ですよね。そうですね、沖縄県民の酒気帯び運転で実名入りでや名前出したことはないです、ね、あまり多すぎて、うん、あれじゃないですか、この人言ったらなんでこの人言わなかったのって言われるんじゃないのこれ言うと多分はそれは米兵を特別だと絶対必ず言うでしょうけど、ね、そうですよね。も沖縄県民の方がモラル悪いんですよ、うん、もう大変ですよ、この飲酒運転もそうだし、交通ルール交通マナーめちゃくちゃ悪いです。うん、三浦さん昔、はい、なんかほら、はい、お仕事でそういう、ああ、何でしたっけ、あの、はい、ね、車のチェックをしているときに、酒気帯びの方いらしたんですよ、結局。ありました、ありました。あの、まあ、これ、言っちゃうと問題がありますけど、うん、平気で お酒を召し上がって、うん、あの、高速道路を通過する方、多いですよ。高速道路なんかもしかしたら、捕まらないと思ってるのかしら。思ってるの、検問がない。検問が原則ないですからね。ね、うん、そういう方は必ず、向こうを向いて、お仕事じゃないや。向こうを向いて、料金を払う。支払うときに。必ず、その、私が何の仕事してたか、すぐ分かりますけど、うん、本当に向こうを向きます。そうですか、面と向かって、はい、どうぞって、今日も目を真っ赤にしてどうぞっていう人いないもんね。こちらは聞き取りにくいからね、うん、あの、いろいろ聞こう、体を乗り出して聞くじゃないですか。はいはい、はい。たら向こうは逃げます。なるほど。もう、見え見えじゃないですか、後ろ目だしさ。だって顔は真っ赤だし、なるほどね、もう車の中アルコールの匂いですよ。あ、まあ、これもあえて今だから言いますけど。ねえ。よく覚えてましたよね、そういう話したの。ねえ。本当に忘れてます、はい。だいぶ前ですよね、これね。はい、そうですね。はい。7月25日火曜日の第一面見てください。はい、辺野古、県が最低数。うん、最低数。これね、はい、また沖縄県が岩礁破砕の岩を壊すのはね、はい、違法だというふうに主張して、うん、また訴えてるんですよ、国を。あ、なるほどね、うん、でこれもうね、あの、うん、でも決着ついたんでしょ、これはずなんですけれども、決着ついてますよね、これ時間稼ぎですね、はいはい、はっきり申し上げまして、うん、はい、はい、そうなんです、あの、お国はもうね、うん、4月下旬から埋め立ての第一段階となる護岸工事を開始してます、はい、ね、で、うん、漁業権が設定された水域では、うんうん、海底の岩石などを壊す作業には、はい、県の漁業調査規制に基づき知事の岩礁破砕許可が必要になるけれども、うん、日本政府は地元漁協が、はい、漁協ですよ、はい、漁協が、漁協権、うん、漁業権を放棄したことを理由に、はい、3月末で期限が切れた許可を更新しなかっただけのことなんですよね、うん、そうですね、はい、沖縄県からするとこの漁業権消滅に必要な知事の変更免許が出ておらず、許可は必要と主張、はい、これまたね、うん、訴えてると、うん、御用学者というか御用弁護士さんがいらっしゃいますからね、まあそうでしょうね、はい、はい、でそのお隣に、はい、知事の一問一答、うん、結構山日報さんこれ一面に結構ねあれしてますよ、はい、はい、提訴にかける思いはっていう八重山日報さんの質問に、はい、
裁判の中で、うん、新辺野古基地を作ることの理不尽さと、うん、新ではないんですけどね、うん、新辺野古基地を作ることの理不尽さと政府の進め方の拙速さを訴える、うんうん、拙速っていうこれ難しいな、拙速、うん、出来は良くないけれども仕事がこう早いっていうね、うん、そうですね、拙速さを、はいはい、訴えると、うん、ね、で、八重山日報さんが勝機はあるのかというご質問に、はい、政府は荒い進め、荒いね、うん、荒い、荒っぽい進め方で、うん、誠心誠意とは裏腹のやり方で物事を進めていると、うん、ね、はい、工事完了までに10年かかり1兆円の費用が必要とされる、うんうんうん、美しい海を埋め立てるのはおかしなことであると立証する、うんうん、その中で勝機が出てくると、うん、これ那覇も同じことやってるんですよね。ねえ、那覇には言わないですよね。なんでですかね、もう本当面白いですよ。だからここはもう明らかに那覇は OK、そうそうそう、ここはダメということですよ ね、うん、ね、はい、これあのほら那覇軍港も浦添に移設するじゃないですか、うん、はい、そうです、それは OK、はい、OK、 何にも言わないですね。辺野古湾の、はい、なぜに辺野古だけのなんかもうそこはね、明らかにもこれはあの尾長さんの、うん、まあ、尾長さんだけじゃないですけど、こういう反対派の人たちは自分たちの都合、ね、さっき誰か言ってましたね、自分たちの都合の悪いことはあれで都合あのあれ言われると、もうあのなんていうか弾圧だった。出ても 次, に、はい、次の質問出てますよ、はい、八重山日報さんがね、うん、仮処分の工事差し止めが認められなかった場合、はい、どうするか、はい、尾長さん曰く、うん、現段階では言えない現段階では言えない、これちゃんと新聞に載ってるんですよ、でもいいね、こういうことちゃんとこの八重山日報さん載せてくれるから ね、 ねえ、まず、うん、あの新報タイムズさん載せないでしょ、こういうことは、うん、こういう載せ方はしないでしょ。そうですよね、はい、うん、まあいろいろ載ってます ね、 そうなんですね、はい、これは7月25日火曜日、うん、これね、はい、あの AM 日報さんは、はい、あの他の新聞同様、うん、図書館にございますので、宜野湾市の、はいはい、この前ちょっとチェックしに行ったらありました、ちゃんと図書館にございました、過去のやつも素晴らしいですね。7月25日火曜日の第1名、はい、皆さん、うん、はい、図書館でね読みに行ってください、うん、それとすみません、今のその、はい、25日付の火曜日の新聞でもう一つ気になることを書いてますけど、何でしょう、中国爆撃機が沖縄付近飛行、はいはい、防衛省24日中国軍機の H6 爆撃機4機ですよ、ね、4機が沖縄本島と宮古島の間の公海上空を飛行し、はい、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進スクランブルしたと発表した、はい、こういうことを平気でやってますからね。そうなんですよ、これもし逆の立場で日本の自衛隊機が中国の、まあ、そういうところそばを通ったらどうなりますかね。大変なことですよ、ね、これね、全く真逆の大騒ぎですよ、大騒ぎになりますよね、うん、だから本当に日本はもっとはっきりね、まあ、いかんだいかんだ言わないで、そうですよね、具体的に態度をしもう示お先に失してる部分はありますけど、やっぱり示さないと、はい、うん、ダメですね。この7月25日というこの新聞ですね、はい、この火曜日の新聞はもっとすごいこと書いてますよ、はい、内容濃いですから皆さん見てくださいね、6面ですね、未来さん、6面、25日です、ね、そのまま、はい、はい、25日の第6面、はい、飯田会長が出てますよ。ああこれすごいね、うん、これはこういう記事はやっぱちゃんと本当は1面で載せてほしいですね。辺野古の元商工会長です、はい、がのインタビューが載せられて、はいはい、おりました。結構大きな記事ですよね、これね、写真入りでね、最初のね一言が大きいですね、はいはい、極端に反対する人は一握り、はい、決定したことに従うのが本来の道、うん、これもその通り、ね、民主主義はそうですよ、ね、そうですね、選挙で勝った、はい、ところが決めてね、はいはい、それで今度の選挙で勝てばいいわけですから、はい、反対する人はね、はい、でも決まったことですからね、十何年も前にね、はいはい、で、この飯田さんね、飯田さんが過去に、はいはい、フェンスにリボンをつけるなと言ったら、うん、金で魂まで売ったのかと責められたと述べました、うん、誰が責めたんですかね、その反対派の人でしょうね、反対派が責めたんですか、で、はい、本土メディアの関係者から、うん、抗議者の 70% は外から来ていると聞いたことがあると、うんうん、70% ではないでしょうね、もっとでしょうね、もっと多分 80% は超えてると、結構本土率多いですよね、はい、多いです、ほとんど本土です、うん、まあ、あのお隣の国からも来てます、ね、日本じゃないところから、ね、そうそうそう、来てますね、コリアンの方々もいらっしゃいましたよね、はい、韓国の方もいますから、はい、北新派ですね、もう沖縄でね、そんなあの日本にまで来て沖縄のあれやらないでよ、うん、自国でねやってください。ハリセンボンさん、湾岸関係企業、はい、ウフォウフォ、ああ、うん、なるほどね、まあね、
あの、公安関係企業、あれもですよ、はい、アルソックとか、うん、そうで